チャイナボイジャー来ましたよ。ここはいつ来てもすっげー並んでるんだよね。ちょっとね、この冬限定のラーメンメニューがあるんで、今から食べてみたいと思います。楽しみです。ボイジャーセットのですね、豚角煮と麻婆豆腐のあんかけ麺、半熟卵添え、行ってみたいと思います。杏仁豆腐とストロベリーソース、これ結構ボリュームありそうだね。楽しみです。チャイナボイジャーはね、パークでは珍しいラーメン屋さんってことで、そのさっきの麻婆麺以外にもレギュラーメニューのラーメン結構充実してます。ちょっとね、メニューをここでちょっと見てみましょうかね。はい、こちらが今回季節メニューのボイジャーセットの麻婆ラーメン、麻婆麺ですね。これはマジうまそう。まあこれでね、ドリンクついて1490円だったら結構いいと思います。でね、レギュラーメニューはこのパイタン麺ですね、それから担々麺とチャーシュー麺の3種類があります。あとは他にはですね、いろいろとトッピングですね、トッピングメンマがあったりね、辛み、味噌ネギがあったり、煮卵があったり、あと杏仁豆腐、デザートも豊富です。まあ、あと丼か、角煮ライスと蒸し野菜、まあなんだ、ちょっとしたバーミヤンだね。あと肉もあるね、肉もほら自慢もあります。ラーメン作ってる過程が見られるんです。作ってるところがアトラクションになってるんで、ちょっと今から実況したいと思います。はい、まずはですね、そこ麺ですね、麺、今麺が作られました。はい、麺からですね、まずは、はい、スープが入った、あれ醤油麺ですね、これはパイタン麺かな。はい、スープ入りました。はい、すごい、もう現場すごい作業です。はい、これスープですよね。はい、スープ入った、これ具です。ここ、はい、具がトッピングされるんです。一旦ね、麺とスープが馴染むようにですね、はい、ここで一回まずほぐします。そしてほぐした後はここで具がトッピング、あと担々麺のこの肉味噌もここでトッピングですね。はい、そしてこれが、はい、完成です。はい、これ最後のトッピングの具が乗りますね。まあ煮卵とか乗るわけだな、これ。あれ俺の担々麺、あ、俺の麻婆麺ね。おお、来た来た、お、来た来た、お、来た来た。はい、完成。はい、どうも。はい、来ましたよ。麻婆麺と、はい、デザートと半熟卵。結構ボリューミーだね。あと匂いがすごいね、これはね。じゃあ行ってみましょうか。